こちらのブースではデジタルツイン技術とプランニング技術を活用した近未来のロボットシステムについてご紹介いたします。お願いします。こちらはスポット予測工程を模擬したセルとなっています。向かって中央のモニターではリアル環境とバーチャル環境が同期するデジタルツインの様子がご覧いただけます。それでは早速プランニング技術をオンラインで活用した事例をご紹介します。今回のデモでは異常停止した際の復旧作業を想定します。ワークやジグに当たらないよう復旧作業をするため人と時間と手間が非常にかかります。そこで稼働中にプランニングを行い、復旧作業をサポートする様子をこれからご覧いただきたいと思います。それでは作業員がスタートし、赤い非常停止ボタンを押します。お願いします。原点復帰動作を行うためには、まず原点復帰ボタンを押します。その後、サーブオン、スタートを押すことでプランニングが始まります。プランニングには少々時間がかかるため、システムの説明をさせていただきます。中央のモニターをご注目ください。画面左側では実機のサーボ状態、運転状態といったリアルのデータを表示し、画面右側ではプランニングの進捗状況といったバーチャルのデータを表示しております。原点復帰には4つのステップが存在します。第1ステップではロボットの現在地を安川コックピットにより収集しております。第2ステップではキャリブレーションソフトにより実機とバーチャルの差異を補正しております。第3ステップではシミュレーターのプランニング機能により行きと戻りのパスを自動生成しております。最後に第4ステップでは生成されたパスを実機へロードしております。現在はプランニングを行っているようです。この後スタンバイランプが点灯するとロボットの動作を再開できます。ここで2台のロボットのご紹介をいたします。こちらのロボットは中空タイプのスポット予測ロボットです。ケーブルをロボット内部に通しており、シミュレーションを実機に再現しやすい、密集配置が可能といったメリットがあります。当社では様々な中空機種のラインナップをご用意しております。また、キャリブレーションソフトにはモトキャル HA というソフトを用いております。ロボットキャリブレーション、ツールキャリブレーション、ワークキャリブレーションにより現実とバーチャルの差異を補正しております。それではパス生成が完了したようなので、原点までの行きの動作を行いたいと思います。お願いします。ご覧のようにお客様が止めた位置からロボットが設備に干渉することなく原点位置に戻っていることがご覧いただけているかと思います。生産現場では異常の確認を行うため、ここで設備に入り確認作業を行いますが、今回は省略させていただきます。それでは停止位置までの戻りの動作を行います。お願いします。プランニングは行きと戻りで各々計算を行っておりますので、ロボットは先ほどとは別の動作を行い停止位置へ戻ってまいります。また、停止位置へ戻った後、ロボットは先ほどの通常の動作を再開いたします。ご覧のように止まった位置から動作を再開することができました。このように安川電機ではデジタルツインを具現化することでプランニング技術を現場に活用する段階まで進んでおります。これらの技術がお客様の新たな生産ラインを考える上で必ずお役に立つと確信しております。以上でこちらのブースの展示を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。